はいどうも皆さんお勤めご苦労様ですということで今日の出来事を見ていきたいと思います今回はですね日韓現代河野太郎自民党総裁選で再開争いのオワコンネットの反応はい日韓現代さんブロックということでですね えー、河野太郎が今回の自民党総裁選でですね、えー、まさかの本人にとって、えー、見たらですね、えー、まさかのというか悪夢のというかですね、えー、再会争いを繰り広げていると、えー、いった状態になってます。前回の総裁選ではですね、えー、岸田文雄をしのいでですね、えー、総裁選で、えー、当選するかといったような勢いだったわけなんですが、 えー、たった数年でですね、えー、まあ,あ、諸行無常というかですね、栄枯盛衰というかですね、えー、トップ争いから一気に再開争いということになりました。まあ、あこの件でですね、えー、まあ、これ日韓現代がですね、河野太郎が、オワコンというふうに書いてるんですけど、まあ、河野太郎というのはですね、自民党の、まあ、支持層の中でもですね、保守派からはあんまり相手にされてなくてですね、どっちかっつうと左寄り、えー、からのですね、支持があるわけなんですが、 まあ、日刊現代といえばね、パヨク御用達のですね、えー、捏造メディアなわけなんですけど、まあそんなパヨクからもですね、えー、河野太郎がオワコンというふうに書かれているということで、じゃあ一体こいつはどこに支持層があるんだと。<laughs> 右も左もダメで、中間層、中間層にもそんなに人気が、ね、あるのかよくわからないというところがありますからね。はい。えー、まあそういった使面素かな状態、えー、こうのとあろうなんですけれども、えー、ついにオワコンというふうに書かれてしまいました。はい。えー、まあ、これ日韓現代はですね、そのオワコンになった理由としてですね、まあマイナーカードがどうとか保険証がどうとかそういうことを理由に挙 <laughs> げてるんですけど、まあ、は私から言いや別にマイナーカードはですね、 えー、もうデジタル化推進とともにですね、ちょっと,と進めるべきといったところがありますから、まあこれでね、結構反対反対と言ってるのはまあ特にパヨクに多いんですけど、 まあそんなに、まあ、影響あるのかなとまあ実際は影響あると思うんですがあまあそういうそこまで影響あるのかなというところがありますねでまあ河野太郎があその人気がですねこう下がっていった理由としては、まあ、いくつかですね考えられてですねこの総裁選での発言というところにもいろいろあるわけなんですが はい、ええー、まあ、明確なのはこれですね、えー、河野太郎氏、新鮮の法人、えー、事件でですね、えー、外で見えるように強く言えと、必ずしもそれがいいとは思わないということをですね、これ、フジテレビの日曜報道でですね、えー、放ったようなんですが、あまあ、外で、 まあ、その日本人のですね、えー、まあ,あ、その男の子がですね、こう、中国で事件で、えー、命を失ってしまったということについてですね、えー、あんまりですね、そのネトウヨが言うように、外で見えるように強く言えということはどうかというようなね、このネトウヨが言うようなというですね、えー、発言があってですね、はい、えー、日本人の、まあ,あ、同胞がこう、やられてですね、それに声を上げることがネトウヨの、ネトウヨのですね、なんかザレ言だみたいな、 風に、えー、表現したというところがですね、これはもう完全に日本人からのですね、えー、支持を失ったというところがありますね。はいまあ、最近、青木、えー、治がですね、えー、自民党に票を入れている日本人は列島民族だとか答えてですね、さすが日本人じゃないやつは言うことが違うなというところがあったんですけれども、まあ、それに続くようなですね、河野太郎のですね、えー、まあ、日本人のね、まあ、 通常の、まあ普通の日本人であればですね、こういった事件に対して声を上げるというのは普通のことだと思うんですが、それをまあネットウヨだというふうにですね、表現するところがですね、 はい、えー、河野太郎もね、そっか、日本人をですね、かなり下に見てるところがあるんじゃないのかな、というようなあ気がしますね。はい、えー、で、これについてはですね、小森義久さんというですね、えー、産経の記者でですね、結構私はあ好きなですね、こう、一本筋の通った記者というところなんですが、河野太郎大臣に次ぐ、ネトウヨという言葉がヘイトスピーチ、かっこ造語表現であることを知っているのか、 ヘイトスピーチとは民族や宗教、思想、性別などを理由に特定の個人や集団を貶め、憎悪や怒りを生ませる言葉だ。 そんな差別用語を日本国民に使う以下の記事をということでですね。はい。えー、寝とよというのは確かにですね。まあ、その、不別するですね。えー、表現が含まれてますから、特に、こう、パヨクがですね。はい。えー、まあ、その、普通の日本人がですね、こう、日本頑張れとかですね、こう、愛国心にのあるようなね、まあ、発言行動を行うとですね、パヨク側から寝とウよというふうに、こう、ですね、まあ、批判が来るというところでですね、 えー、これがあヘイトスピーチに当たるということで、まあ、総裁選に、えーまあ、あ総裁選期間じゃなくても、ですね、政治家があネトウヨという言葉を使うこと自体がですね <laughs>、えー、ちょっとどうなんだというところがあるわけなんですが、あ総理総裁を目指す人間この総裁選の期間でそのような、しかも日本人がですね、事件にあったことを、えー、挙げて、ですね、それについてネトウヨがどうとかいう,ふうに言ってるわけなんで。 まあこれは、ああ、ちょっと河野太郎はですね、まあ今回ね、もうそもそも票が伸びないというような情勢調査、あ本人分かってると思うんで、まあどうせ勝てないからですね、もう普段言えないこと言ってやろうみたいなですね、注目があるうちにこう言えること、言いたいこと言ってやろうみたいなノリでですね、えー、もう勝利諦めてですね、えー、そういうことを言ってる可能性もある、本音を言ってやろうみたいなね、まあだから本音だからむしろまずいというのがあるんですが、はい。 えー、まあそういうことでですね、えー、この発言がかなりですね、えー、批判をされました。はい。で、この事件についてはですね、上川陽子外相がですね、中国に対して厳しく、まあ、注文をつけたということで、まあ上川大臣もですね、まあなんか中国に対して物が言えないとかね、結構言われたりしてしまってるわけなんですが、私はこの人は買ってるんでね、まあ諸君も全うしてるだけだろうというふうに思うんですが、 えー、この件について上川氏は犯行の動機など事実の解明を急ぐよう強く要求、法人の安全確保のため具体的措置を講じるよう求めた。 根拠のない悪質で反日的な SNS の投稿などに関し取り締まりを徹底することを申し入れたということで、まあ、今回の事件でですね、えー、まあ中国で日本人差別があるといったようなですね、背景も噂されているわけなんですが、まあ実際にね、えー、反日映画とかでですね、えー、そういったあまあ教育も行ってますから、あーまあそういったことがですね、こういったね、えー、事件に繋がっているのではないかということで、まあその辺も含めて犯行の動機をですね、中国は丸ごと改善する必要があると、 ということですね。はい。えー、毅然とですね、こう、中国側に申しを入,れ入れを行ったということで、まあ中国に対して弱腰だというふうにね、まあ言われてしまっていた上川大臣でもですね、このようにですね、まあ強気の要求というのをしてますから、あーまあさらにね、それに比べると河野太郎がですね、非常に情けなさが光るなと、<laughs> まあこんなことを言ってるからね、えー、親中派だとかですね、こう、そういうことを言われるんじゃないかと思いますね。まあ本人的にはですね、まあ自分が冷静で中立な スタンスだとか思ってるかもしれませんが、あー実際のですね、はいえー、日本人、えー、一般の日本人から見ればですね、そうは見えないといったところになりますね。はい。で、他にはですね、まあ、やはり河野太郎といえば、まあ、X、ツイッターでブロックを頻繁に行っているということはですね、えー、ネット民でよくですね。<laughs> えー、言われるわけなんですけども、まあ、主張になってもブロックはあ、今後も行っていくと。まあ、誹謗中傷がダメだっていうね、理由でブロックするのは、まあ、私はわかるところはありますよ。やっぱ、その自分のアカウントに誹謗中傷が来たらですね、こんなやつの相手する時間も労力もこう、無駄ですから、あーそういうのはとっととブロックすればいいと私も思いますけれども、<laughs> どうなんですかねまあ政治家はブロックしちゃいけないっていう意見は私は思わないんですけど、まあ総理大臣になってまでね、ブロックとかなんか熱心に SNS やんなくていいんじゃないかと思うんですけどね。はい、まぶ、あ、やくのだけ自分でつぶやいて、その、あとはですね、そのリップとかそういうのはもう見なきゃいいんじゃないのと思うんですが、えー、あと場合によってはそのフォローしてる人間からしかリプライ送れないとかですね、まあいろんな機能があるんですけど、 総理大臣になってまでいちいちですね、自身のですねコメントを見てブロックするとか言ってるのはですね、そんな暇があったら、ちょっと他に仕事してくんないかとは思いますね。 はい、ええー、まあ、こういうところもですね、結構反感を買っているところじゃないかと思います。はい、ええー、あとはですね、これ、小泉進次郎、河野太郎は小泉進次郎とですね、まあ、小石川連合というふうに言われましたから、まあ、政策が近いところもあってですね、まあ、炭素税増税に賛成だというふうに言ってですね、も、ま、う、あ、これ以上また税金取んのかいつ話ですね。しかも炭素税とかいうよくわかんないで、ええー、なんか元素に課税するとかいう話でですね、 えー、そのうち酸素税とか水素税とか言い出すんじゃないかというふうに思います。はい。えー、まあ、この辺はなんか、日本で炭素税を取らないと、ヨーロッパと貿易したとき、ヨーロッパに税金取られるとかよくわかんないですね。なんか、そんなの初めて聞いそうみたいなですね、<laughs> ことを小泉進次郎が言ってですね、果たして本当にそうなのかというところをですね、しっかりですね、えー、ファクトを示してもらいたいというところですね。まあ、外国に税金持ってかれるぐらいだったら、日本で税金取った方がいいだろうとは思うんですけども、 えー、まあ、果たしてそんな単純な話なのかというのは気になりますね。はい。えー、あとはですね、これ、えー、月間花田自民党総裁候補の中で立 拉致被害者の救出を願うブラ、ブルーリボンバッジをつけていないな、河野太郎と石破の二人だけ。もうこの総裁選の期間にね、必ずこれ話題になりますね。えー、ブルーリボンバッジ、を普段からつけて総裁選でもつけてりゃですね、いいんですけれども、総裁選の期間になると急にね、えー、自分は保守政治家だとか言い出すやつが出てですね、まあ河野太郎とか石破茂のことなんですけども、 はい、えー、普段安寝神社にもね、参拝しないようなね、がね、えー、急に総裁選にが始まると保守だとか言い始めてですね、憲法改正がどうとかね、あとはブルーリボンバッジを急につけるみたいなのがあるんですが、今回はですね、なんとこの二人ともですね、ブルーリボンバッジをつけないと、つけないことで目立とうと思ったんですから、これはね、はい、えー、そのようなですね、こう態度に出ました。あ日本人のこれもですね、これ、新生の事件と同じですよ。 はい。えー、北朝鮮に今もいるかもしれない日本人の拉致被害者のことをどう思ってんのかという話ですね。えー、これはですね、こう石場は途中からブルーリボンバッジを付け始めたということなんですが、もう知らずやしいにードがあるという感じですね。こいつはもう拉致事件を日本が解決しようとするようにですね、えー、阻止しようとしてる人間ですから、これは。 はい。解決をですね。なんか、平壌に事務所を置こうとかですね。でも、よくわかんないことを言い出してですねえ。そんなに、えー、事務所を置きたきないお前一人で行ってこいと、住民票まで移して、もう北朝鮮人になりゃいいだろうという感じでね。はい。えー、で、河野太郎に至っては、まあ、未だにブルーリジモンマッチをつけてないんじゃないかという話もあってですね。はい。えー、まあ、一体どういうつもりなのかというとこですかね。 はい。えー、あとはですね、これ、女系天皇ですね。女系天皇容認だった河野太郎氏。男系の行為継承が大事。前回の総裁選も女系天皇容認を直前に撤回ということ。これ、前回の総裁選に遡りますけど、やっぱりね、その、自民党、日本の総理大臣というのはね、えー、保守であれというのがあるわけですよ。安倍さんに続いてですね。 えなんですけども、おまあ、保守であればですね、その、皇室関連の、まあ、制度というのはですね、まあ、手を加えることなくなですね、えー、男系男子を継続するためにですね、こう、まあ、やるべきというところがあるわけなんですが、河野太郎は意識高い系でですね、<laughs> ちょっとでもね、なんかどうでもいいことでもですね、なんか手を加えないとですね、こう、気が済まない。どうでもいいというか、買いちゃいけないことでもですね、変えないと気が済まないみたいなね、感じがあってですね。まあ最近では選択的夫婦別姓とか言われてますが、これ、女系天皇についてもですね、えー、容認すべきだみたいなことこうの言ってました。まあ前回の総裁選の時にですね、えー、実情撤回ということになったようなんですけども、 よくこんなんで保守政治家って言えるなというふうに思いますね。はい。もうパヨク議員だったらパイク議員として総裁選でもそれを貫きゃいいだろうと。うん。野田聖子の隣に座ってるのがよく似合うというところなんですが。まあ、こういうこともあってですね。えー、河野太郎というのがね。えー、まあ徐々にですね。まあ人気が下がっていったというところですかね。まあ、ただですね。えー、じゃあ河野太郎、もうこれで完全に。 もう総裁候補としてオワコンかというとですね、私はそうとは限らないんじゃないかなというふうに思います。というのはですね、これ前回のですね、えー、総裁選結果です。岸田文雄が勝利したときですね、えー、決選投票で、えー、議員票を集めて河野太郎に勝ちました。あ1回目の投票ではですね、256対255でほぼ同数という結果になったんですが、まあ、議員票では勝っていたんですが、党員・党友票でですね、 大きく、えー、まあ、票を取られて、えー、ほぼ同数ということになりました。これ、この票の配分はですね、誰かに似てますよね。はい、これはもう石橋茂そっくりです。議員票が少なくて、党員票が非常に多いという感じでですね。はい、えー、で、この時はですね、石橋茂、えー、出てませんでした。 はい。なので、石破茂る支持層みたいな表がですね、河野太郎になだれ込んだとも言えるわけなんですね。で、今回は、東、えっ、ー、と、総裁選にですね、こう、石破が出てますんで、えー、もう前回出なかったんだから、出なくて、今回も出なくていいだろうって話なんですけども、えー、石破がね、えー、出てます。で、これ、党員票がですね、石場に集まっていると、いったことで、えー、これですね、だから河野太郎っていうのは、まあ、言ってみれば石破の介護官なんですよね。はい、えー、その、 河野太郎、その石破とか河野太郎を支持してる人たちという人で、両方、河野と石破が両方いたら石破を選ぶということなんですよ。はい。で、石破がですね、今回総裁選最後の戦いとか言ってるんですけども、はい。まあ、何回目の最後の戦いだっていう感じはするんですが、今後ですね、石破が総裁選に出なかった場合、今回石破に入れた党員票が、次は河野太郎に流れ込む、なだれ込むですね。こう 可能性があるわけですよ、ね、まあなので今回はですね河野太郎はですねまあ石破に党員票を取られてビリ争いをやっているわけなんですが次回以降の総裁選ではあ石破が出なかったら党員票をですねこの時のようにかき集めてくる可能性がありますんでまあなのでねえー、まあ今回の総裁選の結果をもってですね河野太郎未来永劫は若んかというとまあ、必ずしもそうではないんじゃないのかなまあ小泉進次郎とかもいるんでね はい。えー、まあ、ちょっと、その辺はですね、わかんないわけなんですが、まあ、石場がいなくなれば、党員票も河野太郎に流れる数は増えてくるだろうということですね。はい。えー、まあ今後、えー、まあ,あー、河野太郎がですね、人気を取り戻していく可能性もあるというところでですね。はい。えー、まあただ、今回の総裁選ではもう間違いなく再開争い。河野太郎も不適されてですね。<laughs> えー、ネタ親だとか言ったりね、えー、なんかこう、全員、えー、なんか確定申告しろとか言ったりですね、<laughs> はい、えー、もう言いたい方で言ってるなというところがあるんですけども、はい、えー、まあ、次回以降の総裁選でどうなるかわからないということで、まあ,あ、まずは今回の総裁選でですね、もちろん高市、早、え、苗、ー、氏に勝利してもらいたいなというふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。